い、どうもこんにちは、こんばんは。アップデートするよってきた高評価のおつりみです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、アップデートがあるということで、まあ、ここにもあんじゃないかな。あ、なかったっすね。まあ、ちょっとここには書いてなかったんですけど、まあ、アップデートがまあね、今日あるということで、まあ、多分ね5時ぐらいから、まあ、いつも通りだったらアップデートがあると思うんで、まあ、とりあえず僕ねアップデートまで配信でやるんで、チャンネル登録切実にして高評価押しといてくださいということでね、まあ、今回はそのアップデートで何が変わるのかっていうのね、先取り、まあ、情報先取りしておきたいじゃないですか。もう先に知っておけばいいこといっぱいありますよということでね、今回はねアップデートでね変わる内容をね、この動画で皆様にお伝えしていこうかなということで、早速やっていきましょう。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあ、まあ、ということで早速ねお話ししていきましょうか。ということでですね、まあ、まずは、アナキンスカイウォーカーのスキンがね来るらしいですね。はい、今これ、画像載ってると思うんですけど、このね、左手かな、右手か、まあ、正確に言えば右手にねライトセーバーを持った、これが多分アナキンスカイウォーカーさん。ちょっと僕あんま詳しくないんですけど、まあこれあれでしょう、なんかダースベイダーのなんか中の人なんでしょう、知らんけど。違うのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえずはこの人が来るんですよ。はい、ちょっと今言ったことは全て忘れてください。まあとりあえずこのアナキンスカイウォーカーさんがね、まあ来るということで、まあね、また、今年もまあスターウォーズコラボがあるということで、なんか毎年あるよね。毎年なんかこの季節、まあ5月ぐらいになるとなんかライトセーバー来るみたいな動画出してるなみたいな、そんなような気するんですけど、まあ今年もスターウォーズコラボが来てね、まあライトセーバーが、まあまあね、もちろん、登場すると思うのでね、今年も、ライトセーバー使えるよということで、楽しみに待っておきましょう。で、まあね、その、まあ、スターウォーズコラボが来るんで、まあ、もちろんね、今言ったライトセーバーも来るんですけど、他にもね、多分新しい、ミシクが来ると思います。で、今回は、なんかね、フォースが使えるようになるっていうリークがあってですね、まあ、前、ダース・ベイダー来たじゃないですか。その時になんか物を浮かせてたりとか、まあ、してなんか僕たちに投げてきたり、まあ、したと思うんですけど、まあ、それがね、なんか僕たちも、できるようになるんじゃないかと。まあ、そのフォースの力を使ってね、まあ、物を浮かせてバーンってね、まあ、投げれたりするみたいな、そういうね、まあ、なんか新しい、まあ、なんかスターウォーズのミシクが、まあ、とりあえず来るらしいですね。まあ、フォースが使えるかは分かんないんですけど、まあ、一応リークだとそういうリークがあったんで、まあ、多分それなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね、スターウォーズの新しいミシクが来ます。ライトセーバーとか、あとあれかな、E11 ブラスターライフル以外の、まあ、多分新しい、ね、ミシック武器が、来ると思うので、そこが結構一番僕は楽しみなんでね、楽しみに待っておきたいなと思います。いや、で今回ね、立体機動装置もね、シーズン終わるまで残ってるから、立体機動装置とね、スターウォーズのライトセーバーがとかね、使えてしまうという、わけわからんね、シーズンね、またやってきますよ。スマッシュとカメハメハが使えるみたいな、そういうカオスなね、はい、シーズンがね、はい、そういう季節がやってきますよということでね、それもそれで楽しみだよね。で、あとはね、なんかダース・ベイダーがボスとしてなんか帰ってくるらしいですね。いや、僕、ダース・ベイダーが一番強い気がする、ボスの中で。あいつガチで強いんだよね、ダース・ベイダー。まあ、そのね、またダース・ベイダーが帰ってくるということで、またね、その最強の、まあ、ボスが帰ってくるということでね、まあ、それもそれで、ちょっとね、楽しみに待っておきましょう。でもなんかそのダースベイダーを落としてなんかフォースの力のミシック使えるみたいな、なんか感じないような気するんだよね。まあまだフォースの力使えるミシックが確定しているわけではないんですけど、まあでも多分来ると思うから、なんか多分まあそんなような感じなんじゃないかなと思う。で、あとはあれですね、5月の多分クルーパックのスキンのデータが追加、あれもうされてんのか、ちょっと分からんけど、もしまだ追加されてなかったら、明日というか、まあ、今日のアップデートで追加されますね。まあ、もしされてなかったら、でもし今の段階でクルーパックのスキンがもうデータとしてあるんだったら、今のは忘れてくださいね。はい、追加されないので、まあ、そんな感じで、まあ、クルーパックのスキンもね、まあ、5月になったので、追加されると思います。あとあれだね、チャレンジが来るかな、新しいチャレンジ。多分なんか無料報酬来んじゃない、なんかいつもなんか何かしら来てない、多分なんか来てるよね、なんかだから多分そんな感じで、なんか無料報酬とか XP がもらえる、まあ、チャレンジが、来るんじゃないかなと、思いますと。で、あとはですね、こちら、はい、今写真出てると思うんですけど、FNCS のなんか新しいなんか報酬みたいなものも、追加されるらしいですね。まあ、多分無料かなんかでもらえると思うんで、欲しい人は、もらってくださいよと。で、あとはなんかね、新しい、経験値、じゃレベルアップパックか。まあ、なんかスキンとね、経験値がもらえるクエストが、まあ、セットになって、まあ、お得に買えるよみたいな、そういうパックになってるんですけど、それが、まあ来ますね。なんか紫色のなんかかっこいいスキンが、来るので、あ、これは結構欲しいわ、このスキン。このスキンかっこよくない？これ好きよ。まあこれが、まあ多分今回のアップデートで追加されて、まあ後々登場するのか、アップデート終わってすぐ登場するのか分かんないけど、まあ後々かな。まあとりあえず多分こいつが、データにね、追加されるんじゃないかなと思います。で、あとは、新しいね、まあ現実拡張も、もしかしたら来るんじゃないかなと思います。まあアップデート来るたびに、まあ現実拡張は、まあ新しいの来てると思うので、まあ多分今回も来るんじゃないかな。なんかスターウォーズ系の現実拡張とか追加されたらおもろいよね。まあそんな感じですかね。はい。まあ他にも多分細かなところがいっぱい
ぱいあったりだとか、まあ、まだあとねリークされてないところとかがあったりするんで、またアップデートとかでね分かってくることが、いっぱいあると思うので、まあ、あの本当アップデートデート待ち配信はねやろうと思うので、ぜひね、チャンネル登録して通常にしておいてください。あと高評価もよろしくね。あとあとなんかね、なんかライトセーバーのピッケルが来る可能性があるっていうなんかリークがありましたね。そう、ライトセーバーのピッケルが来る可能性があるっていうリークがあったんで、まあ、もしかするとね、あのライトセーバーのピッケルが販売されて、それでね、まあ、掘ることができるのかもしれませんけど、まあ、武器としてライトセーバーあるから、まあ、来ないんじゃないかな。なんか撃たれてましたけれども、はい、はっ、あ、やっていく。お前、硬いな。はい、やっていくだ。まあ、なんで、とりあえず、今回のアップデートででかいのが、まあ、アナキン・スカイウォーカーとか、まあ、あと、ライトセーバー帰ってくるだとか、まあ、ダース・ベイダーも帰ってくるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。いや、てか、なんか、スター・ウォーズからはいっぱい来てるけど、僕、毎回なんかわかんないんだよね。結局、スター・ウォーズ見ないから。結局、見ないから、毎回スター・ウォーズちょっとわかんないんですけど、まあ、ライトセーバーとかが帰ってくるおかげで、いろんな企画できるしね。しかも、ゴールデンウィークでしょ、もう。多分、火曜日のアップデート終わって、水曜日から多分みんなゴールデンウィークでしょ。ちなみに僕は、もう月曜日からもうね、学校ないんで、ちょっといろいろありまして。でも、月、火、水、木、金、土、日で僕、休みなんでね。はい。ちょっと早めにゴールデンウィーク過ごしてるよっていう。ちょっと戦っちゃう。いや、でもここで負けたら尺が足んない、絶対。ふっ、は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 っ、やばいー、もうないー。はい、38。いや、痛えな。はい、はい、やばいよ、やばい、待って、やばいやばいやばい、尺がまだ足りないんだよ、尺がまだ足りないんだよ、尺がまだ足りないんだい、いやー、さあ、ちょっと尺がね、足りないのでね、見てください。なんか最近僕が見つけたというか、なんかディスカバディにあったね、はい、やばすぎるマップですね。なんなのこのマップ、めちゃめちゃ足速いし、なんかうるせえな。しかもなんか、お、痛い、何このマップ、マジで。何これ、え、やばい、なんだこれ、本当に。意味わかんないもんだって、なんでこのマップ作って、よく通ったよねこのマップ、審査。やばい、ちょっと待って、何これ、やばいことになってるって。おもう意味わかんない動きが、よくこのマップ審査通ったと思うわ、本当に。この速さでさ、この車乗ったらえぐいことなんじゃないのこれ。わお、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 ちょっと待って、やばい、なんか、変なとこまで行っちゃった。待って、やばい、ちょっとみんなの元へ帰らないと。ちょっと、いやもう気持ち悪いこれ。でも気持ち悪すぎるでしょ、このマップ。うわ、なんだこれ、ちょっと。まだ尺足んねえなと思って、入ったマップが、思った以上にすごかった。なんかフォールガイズみたいなのあるんだけど。うわ、来た。あ、すごいこれ。うわ。え、これすごいね、このマップ普通に。え、これ普通にすごくない？わ、え、めちゃめちゃすごいマップ来たじゃん。ちょっとさっきのマップとね、もう比べちゃね、もう大変なことよ、もう本当に。変、クソマップあれ。まあね、皆さんね、今回のアップデートで、何が一番ね、楽しみですか？まあぜひコメント欄とかにね、書いておいてください。まあということでね、まあとりあえず、まあ3回目ぐらいなんですけど、今日ね、まあ8時ぐらいから、8時じゃねえわ、5時とか4時ぐらいからね、アップデマチ配信、もう僕もゴールデンウィークなんでやろうと思うんでね、ぜひ皆さんチャンネル登録と通知オンにして来てください。なんだこれ。